車側表示灯、車速表示灯とは、鉄道車両において、都の開閉状態や機器の動作の確認のため、車両の側面に表示させる灯火のことである。s 際4001、鉄道車両の用語2話車速灯と規定されている。また、慣用表現では即灯と呼ぶこともある。最もよく使われる、車側等は、旅客用車両が自動ドアを開閉する際、 ドアが閉まっていない間に赤色灯を点灯し続けると締め車側等である。これは取り付け位置の関係から鉄道関係者だけでなく一般の利用客も毎回何気なく目にしているよく知られている鉄道灯画標識の一つである。この他に非常用や電気機関車用の車側等もあり追って説明する。実用化当初の鉄道はまだ安全技術が 不安定であり、脱線事故が比較的多く発生していた。したがって、車掌の役目は、最後部の乗車や接客だけでなく、走行中に列車全体を監視し、特定の車両だけおかしな揺れ方、脱線の前兆をしていないか、確認し続けることが必要であった。夜間には、列車全体、特に貨車の確認が困難なため、イギリスでは、 全ての車両の側面に赤色灯を設置し赤は人間にとって注意力を引きやすい色であると同時に当時の色ガラス製造技術では比較的安価に作ることができた特定の赤色灯だけおかしな揺れ方をしていないかで列車の異常を監視した日本の鉄道技術はイギリスの輸入技術を基本に作られたがこうした灯火の使用方法から車側灯が発達していったと考えられる 旅客用の自動ドアを持つ鉄道車両は放棄により赤色に光ると締め車側等の設置が義務付けられている。手動ドア車両には必要ないが手動ドアが自動ドアに改造された場合はと締め車側等が増設される。現在の日本で一般的な通勤通学用に製造された電車では自動ドア改造前に手動ドアだった車両自体はほとんど存在せず。 見え交通時代に落成した車両が、四日市安奈郎鉄道と三義鉄道北西線に在籍している程度である。また、路面電車も客扱い方法の観点からと、閉め車側等の設置義務はない。ただし、路面電車と高速電車、この場合は、路面電車でない鉄道を意味する両方の条件を備える路線では、閉め車側等付きの車両が、路面区間を あるいはと市め車側等なしの車両が専用軌道を走行するケースもある。9000系以前の相模鉄道の車両には緑色に光るブレーキ等が設置されている。車両によって点灯条件が異なり、7000系においてはブレーキがかかっている状態を、8000系及び9000系においてはブレーキの故障を表す。と市め表示以外の目的で設置される。 そのほとんどが故障表示用で、各機器がすべて正常に運行していれば点灯しない。ため営業線上では点灯することは滅多にないが、車庫における点検中に点灯が見られる場合もある。点灯条件としては以下のものが挙げられる。都市目車側等が赤であるため、非常用には他の色が使われる。明かり、木、緑が多く、白や青なども使用される。 客車の暖房は当初電気機関車でも蒸気暖房を使用していたが時代のニーズから電気暖房を使用することになり半永久的に電気が供給可能な機関車から回線を通すことになったところが暖房用のジャンパー線連結用の電気線に通電していた時に連結手が触れた際感電死する事故が発生したため電気暖房には a c 1 5 0 0トを使用する 通電の有無を連結手に知らせる安全対策が必要となった。こうして旅客用電気機関車に設置された電気暖房用車側等はジャンパー線に通電していない時に黄色灯が点灯する。機関車の後部に位置する連結手から見る必要があるため灯具は車体方向に対し前後に点灯する構造になっており旅客車両用のような真横からの視野は 考慮されていない。現在日本で使用されている旅客用車両なら、ほとんどの場合自動ドアを持つため、客車及び電車の付随車では、都市目車側等が最低一つ装備されている。付随車の一部及び電動車では故障表示用も必要とするため、二つ装備されている。中には三つ装備している電動車もあり、東京モノレール500系電車などは四つも装備されていた。 しかし非常用車側等は用途別にせずともまとめて一つ装備されていれば十分ということもあり近年ではこれを統配合した車両も見られるステンレスカーやアルミカーでは車体材料の再加工が難しいという事情もありこうした撤去済みの車側等は普通校車体のように全体を消去せず蓋をした跡が残っており東京急行電鉄8000軽電車や 都高速度交通営団、現、東京地下鉄の例系シリーズが代表例として挙げられる。車側等の目的別に見た取り付け高さでは、都市目車側等が一番上になる。これは、同じ高さで並んでいると、どちらの意味で車側等が点灯したか分かりがたく、また、使用頻度から都市目車側等を高い位置にし、より見やすくしておく必要があるためと考えられる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。